ペガサスプラスイースポで群馬を元気に、メイン MC の松本明子です。今週は2月23日に群馬 e スポーツで決勝が行われた群馬県企業等対抗社会人 e スポーツリーグ群馬リーグの模様と、合同自主トレが始まったペガサス選手の様子を合わせてお届けします。それではペガサスプラスイースポで群馬を元気に、今日もスタートです。この番組はヤマダ電機、ホンダカーズ群馬の提供でお送りします。ついに初代王者が決まりました。1月より始まった群馬県企業等対抗社会人 e スポーツリーグ群馬リーグ、24チームがエントリーし、予選を勝ち抜いた8チームが決勝トーナメントに進出。そして2月23日、群馬 e スポーツにてオフライン無観客で準決勝、決勝が行われました。当日の MC は声優 e スポーツ部で活躍中の小原莉子さんが務め、実況にはテレビ局アナウンサーの菅野直道さん、そして解説には元日本代表、現在はサッカー解説者としてご活躍中の松木安太郎さんがそれぞれ務めました。さんの多彩な声色でのキャンペーン告知や、松木さん、菅野さんの軽快なトークで会場は大盛り上がり。無観客開催が本当に残念な一日となりました。いや、もちろん世界のナンバーワンのプレイヤーが、するプレー、例えばテクニックだったり真似するのもいいですし、逆にその選手ですらできないようなね、テクニックをね、この e スポーツでは見せられる。松木さんはゲームのサッカー解説は初めてということでしたが、そんな様子は一切感じさせず、まるでリアルのサッカーを見ているかのような熱のこもった解説をしていました。準決勝に進出したのは株式会社ボルトン、大浦町役場、ネッツトヨタ群馬株式会社、NTT 東日本群馬支店の4社、どの試合も熱戦が繰り広げられました。試合の様子はアーカイブでご覧いただけますので、ぜひご覧ください。このダイレクトいいけどね、オフサイドか。ボール奪った、もうヒール赤のユニフォームが NTT 東日本群馬して e スポーツ部です。いや、中盤のね、このセカンドボールの奪い合い激しいね。でもゴール前でも落ち着いてパスを回してきます。さあ NTT チャンスになる、クリスティアーノ・ロナウド、クリアはいる。さあすごいですね、チームの熱気がもうガツガツと伝わってまいりました。はい、そしてお二人の明日3月6日までのキャンペーンも行っているということです。お見逃しなく。戦いでございます。そして決勝は株式会社ボルトン対 NTT 東日本群馬支店の戦い。どちらもここまで圧倒的な強さで勝ち抜いた2チームだけに、初代王者が決まる戦いに申し分のない好カードとなりました。いよいよ試合開始です。楽しみ。では本当に勝利につながりますんでね、はい。かなり足どころ下げてますね。この辺がね。さあロングスロー、ロングスロー使ってきましたよ。ああ、
あでも拾ったところからダイレクトで、はいはい、さあレバンドスキ素早い攻撃を見せてくるのがボルトン。いやボルトンはね、はい、結構ダイレクトプレーがねうまいですよね。そうですね。トン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 トヒールでそしてボールペナルティエリアに入ってきましたがそれにも対応ボルトン FC。 もうねボールをうまく扱って、おっとこれで NTT のフリーキックですね。クスバックいい位置です。いやーこれ直接狙うような形になるか。カーラダビドアラバ左足で繰り出す。おー決まった。これガッツポーズ NTT 東日本群馬支店 e スポーツ部先制。今何壁の間まもなく90分が経過。アディショナルタイムは3分。うわこの3分守りきれば NTT は勝利。あ追いつけるかボルトン追いつけるか。打った打てない。あー打てない打てない。 NTT は前に送るだけか。オフサイドじゃないか。オフサイドじゃないか。違うか。キーパー前に送ります。さあここで試合終了のホイッスル1対0。見事初代王者に輝いたのは NTT 東日本群馬支店。優勝商品として優勝盾、副賞にゲーミングチェア、そして松木さんのサイン入りサッカーボールが贈られ喜びを爆発させていました。それでは群馬リーグ初代王者に輝きました NTT 東日本群馬支店小道さんと戸塚さんにお話を伺います。まずはおめでとうございました。ありがとうございます。勝った瞬間の気持ち、どんなお気持ちでしたか教えてください。そうですね、私は没頭しましたね。やっぱり今回先輩とタッグを組ませてもらってで、まあ、2人ペアで試合に参加したんですけど、やっぱりミスすると先輩からおいって言われて結構大変だったんですけど、まあ、その中でも、はい、最終的に優勝という結果を勝ち取ることができたので良かったかなと思います。戸塚さんはいかがですか。私も同じで正直ホッとしてます、まあ、約1ヶ月ちょっとぐらい、まあ、必死に練習して、まあまあ、戦術もいろいろ考えたりして、まあ、その結果は実ったので、まあ、ホッとしてるっていう気持ちです。戦術もいろいろ考えたということですけれども、練習は結構がっつり2人でされたんですか。はい、そうです。毎日、まあ、的に2時間から3時間ぐらいやって、はい、そうですね、あのコンピューターに勝つまで寝れませんみたいなのをやってあの1時2時になったっていう時もありました、ね。はい、でも実際にコンピューターに勝ってその日の練習が終わるっていう感じなんですか。あ、そうです。あの終わりを聞ければすぐ出るし、みたいな感じでやったんですけど全然勝てなくて、あの寝れないっていう日もありました。ちなみにお二方は実際にサッカーっていうのはプレーされたことっていうのはあるんですか。私はないですね。小学校の時に遊びでサッカーやったぐらいで、はい、まあ、サッカー実際にやったことっていうのはあまりないですね。うん、はい、鈴鹿さんはどうですか。私はずっと野球一筋でやって野球なんですね。で、もうサッカーに触れたことはありません。体育の授業でやるくらいですね。今回そして初代王者に輝きましたけれども、次回また開催があった時にはお二人で参加する意思というのはありますか。そうですね、まあ、ぜひあの参加したいなと思ってるんですけど、今は NTT 東日本ましての e スポーツ部っていうのが、まあ、公認のものではなくて、はい、まあ、これから範囲を拡大していって、あのいろんな方と一緒に協力して参加できたらと思うので、まあ、そこら辺であのこのゲームには誰、このゲームには誰みたいな形で声援を揃えて参加したいなとは思ってます。じゃあ次回に向けてちょっと戸塚さん一言意気込みなんかをお願いします。そうですね、まあ、今回あの初代王者としてあの優勝させていただいたので、まあ、王者の座を譲ることなく、まあ、2、3回、4回、5回って続くあの群馬リーグの大会を通してですね、まあ、ずっと王者でいられるように、まあ、自己研鑽して、まあ、日々あの e スポーツの、まあ、普及活動もそうですし、まあ、自分のスキル向上にあのつなげていきたいなって思います。ということで今回は初代王者に輝きました NTT 東日本群馬支店小道さんと戸塚さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、次回開催は未定ということですが、開催される際にはたくさんの企業の皆様にご参加いただければと思います。ペガサスもリベンジ目指します。
2022シーズン開幕が発表された群馬ダイヤモンドペガサス。3月1日より合同自主トレがスタート。昨シーズン5度目のリーグ優勝を果たしたペガサス、初の2連覇をかけ始動です。球団創設15年目の2022シーズン、昨シーズンの中心選手が引退などで抜け、大幅に選手の入れ替えがありましたが、選手たちからはペガサス弱くなったななんて言わせないです、代わりに僕がやってやりますよと力強いコメントが合同自主トレ初日から聞かれました。今シーズンの開幕は4月9日午後1時プレイボール、高崎市城南野球場で福島レッドホープスを迎えての一戦となります。オープン戦も予定されていますが、安心して開幕を迎えるために無観客開催が予定されています。また差し入れや練習見学等も引き続きご遠慮いただきますようお願いいたします。4月9日高崎市城南野球場で、そして YouTube で皆さんをお待ちしています。一つじゃないんや。行く理由って一つじゃないよね。洗濯機見に行くんじゃないの？キッチンも新しくしたいって言ってたやろ。それに犬も飼えたらなって。うん、言った。理由は一つじゃない。なんかカッコつけてない？暮らしを幸せにする全部新しい山田。それからさ、すべてが新しいニューベゼル、オープンカーのような爽快感、次世代2モーターハイブリッドシステム、大容量で自在なラゲッジスペース、アーバンスタイル登場。ベゼルはホンダカーズ群馬へ。 YouTube ペガサスチャンネルで公開している DJ ケチャップと素敵な仲間たち。この番組の魅力は何と言っても人。群馬県内で活躍するビジネスリーダー、オピニオンリーダーが毎回ゲストで登場します。事業のこと、自分自身のこと、地域を見据える情熱などなど、惜しげもなく思いを聞かせてくれるヒューマントークプログラム。スポーツ MC の DJ ケチャップさんが進行役です。歯に衣着せぬ物言いでズバリとインタビュー。笑いあり感動ありの DJ ケチャップと素敵な仲間たち、群馬から世界へ配信。それぞれの人柄が垣間見られるトーク番組となっています。申し遅れました、私アシスタントのフリーアナウンサー久林澄子です。 DJ ケチャップと素敵な仲間たち、 YouTube でお会いしましょう。今週もいかがだったでしょうか。来週は2022シーズン始動したダイヤモンドペガサスの様子をたっぷりとお届けしていきます。来週もまた見てね。この番組はヤマダ電機、ホンダカーズ群馬の提供でお送りしました。